冒頭私の方から2点申し上げます。まず第1点目、政治資金規正法改正についてでありますが、本日初めて衆議院の政治改革特別委員会が開催をされます。各党それぞれが意見を述べることになります。我が党はすでに政治資金規正法改正の要綱案を公表しておりますので、議員への罰則の強化ですとか、パーティー券購入者の公開基準の引き下げですとか、政策活動費の使途公開、等々、特別委員会で主張していきたいと思います。同時に自民党公明党の間で、与党としての案の取りまとめ向け、実務者で精力的に協議を行っております。政治資金規正法は、ある意味で、選挙制度と並んで、政治活動、議員活動の、土俵作りという意味合いもございますから、最終的には与野党の幅広い、合意の上での改正が望ましいと考えております。今国会での改正を必ず成し遂げという決意で臨んでいきたいと思います。2点目ですが、男女の賃金格差解消について申し上げたいと思います。賃上げの流れが進んでいますけれども、その中で男女の賃金格差は依然として課題であります。公明党は2023年の5月にすべての女性のためのトータルプランを政府に提言するなど、さらなる格差の是正や女性の経済的自立の支援を訴えてまいりました。4月の24日に男女の賃金格差の解消に向けて関係省庁の作業チームの初会合が開催をされております。6月に策定される骨太の方針に反映させることも念頭に、中間報告の取りまとめを目指す方針と聞いております。男女の賃金格差の解消に向けて活発な議論を期待をいたしたいと思います。私から以上であります。毎日新聞の野間口です。政治資金規正法の関連で伺います。先日の実務者協議で、いわゆる連座制については自公で大筋で合意されましたけれども、そのことの受け止めと、今後、政策活動費だとか、あとパーティー券の購入公開基準の引き下げなどに論点移っていくと思いますけれども、今後の協議で期待する点があればお願いします。はい、かねてより私どもの考え方は申し上げておりますけれども、再発防止策の中では、政治団体の会計責任者のみならず、政治団体の代表者、政党の支部とか資金管理団体、国会議員関係団体で言えば国会議員が代表者のケースが多いわけでありますけれども、その国会議員にもきちんと責任を負わせるということが重要だという意味で、いわゆる連座制、公職選挙法の連座そのものではありませんけれども、会計責任者だけでなく、代表者も責任を負う形の改正が重要だというふうに考えてまいりましたので、すでに私どもは1月の18日にそういった考え方を発表し、また先般要綱案も出しておりますから、我々の考え方に近い形で自民党さんも案を出されてまいりましたので、まとまったことはこれは大きな一歩だというふうに思っています。それから今後の話ですね。今後再発防止策のみならず、いわゆる抜本改革ですよね。その他の、政策活動費やパーティー券購入者の公開基準の引き下げ、これは私ども具体的な案を出していますが、自民党さんはこれは今後の協議課題ということでお考えを明らかにしておりません。それも含めてですね、実務者間でしっかりと協議をしていきたいというふうに考えています。
NHK の佐々木です。今の関連でお伺いいたしますが、後段のまだ自民党が今後の協議としている点についてですね、改めてこの、政策活動費だったりパーティー券の引き下げというところはコメント求めてますけども、そこの重要性というのをどのように考えているかお聞かせいただけますか。そうですね、政策活動費については、今回、いわゆる裏金をもらった議員の中には、党本部から派閥を通じて政策活動費が渡されてたと理解をしていたと、だから公開しなくてもいいんだ と思っていたと、こういう説明をする方もいらしてて、使途を明らかにしないこの政策活動費っていうのが、いわゆるそういった不透明な裏金問題の温床に、なってしまっていたと、いうことがありますし、パーティー券について、今回派閥の政治資金パーティーの件ですけれども、やっぱこれを公開基準を引き下げることってより透明性が高まるわけですから、そういった意味では政治資金規正法のそもそもの趣旨ですね、これは政治資金規正法は公にして、その結果で国民の不断の批判を受けるということが大きな趣旨ですから、そういう方向に合致した取り組みだというふうに思っています。西日本新聞の坂本と申します。政治資金規正法の今日の今日から始まる政治改革特別委員会に関連してお伺いします。これまでの自民党が案を出すのが石井幹事長の発言もあった関係で、ようやく出てきて、今日初めて自民党も意見を表明する形で政治改革特別委員会始まるんですが、これから の国会の審議論戦でですね、特に自民党に求めたいことを改めて教えていただけないでしょうか。まずは私ども今自民党さんとの間で、実務者を中心として協議を行っていますから、まず政治改革特別委員会は特別委員会で行うとしても、まず自公の間でですね、しっかりとした、実効性のある再発防止策、そして、抜本的な改革、これを取りまとめる、こういうことがまず第一歩だというふうに考えていますから、真摯に協議を進めていきたいというふうに考えています。その上で、与野党協議がどうなるかということは、まだどういう展開になるのかは、十分分かってないといいますか、政治改革特別委員会をどう活用していくかということは、これからのテーマだというふうに思っています。すみません、朝日新聞の国吉です。すみません、与党協議の点にちょっと戻るんですけれども、先ほどおっしゃられたパーティー券購入者の基準の引き下げと政策活動費の使途公開についてですね、確認ですけれども、幹事長の考えとしては今後与党案にぜひこの2点盛り込むべきだという考えで変わらないということでよろしいでしょうか。そうですね、私どもは具体的な、提案をしておりますけれども、自民党さんがどこまで応じられるか、これは今後の協議次第でありますが、少なくとも改革の方向性がしっかりと、示されるという形で、ぜひ与党案をまとめていきたいというふうに考えています。時事通信社の真田です。与党協議に関連してなんですけれども、改めてで恐縮なんですが、自民党がその政策活動費やパーティー券の公開基準引き下げ、またその他の政治団体への資金移動の話などについて、その後の検討課題、検討項目という形で方向性を示さなかった、そういったその自民党側 その姿勢については、幹事長のご所感どのようにお考えでしょうか。自民党さんはまずは再発防止策を最優先にして、その次に、そういったテーマを議論すると
ということかと思いますが、ただ与野党協議をすれば早晩その他の課題についても論点になるはずですから、いつまでもご自分の考え方を披露しないというわけにはおそらくいかなくなるという状況だと思いますので、この際与党で取りまとめる中に少なくとも改革の方向性がきちんと示されるというような方向でまとめるということが私は望ましいと考えています。読売新聞の森山です。与党協議の日程感について伺いたいんですけれども、今おっしゃったようにその生活費ですとか団体間の資金移動についてですね、また隔たりがある中で先般の2か国で合意されて5月上旬を目指すという日程感というのは、これ果たして可能だとお考えでしょうか。5月上旬というか5月の連休明け早々というふうに言ってましたので、はい、それは十分可能だというふうに思います。東京新聞の大野と申します。政治資金以外の話題でお願いいたします。日曜日に投開票される衆院3補選で、とりわけ御党が自民候補への推薦をしていらっしゃる島根1区の結果が注目されているところですが、改めてになりますが、こちらの結果が今後の岸田内閣の政権運営に与える影響について、改めてご見解をお聞かせください。結果が出ないうちにどういう影響を及ぼすのかってお答えをするのはとても難しい質問なので、ありますけれども、まあ、いずれにしても何らかの影響は当然ある、まあ、ただそれがどの程度なのかはこれはまだ判然としないということかと思います。ありがとうございます。この今非常に自民党厳しい情勢だということだと思うんですが、自民党の木原誠二幹事長代理が先日都内の会合で、自民党は今非常に厳しい、政権交代が起こってもおかしくない状況という発言をされて、少し注目を集めました。今客観情勢として自民党が厳しいというのは言うまでもないと思うんですが、政権交代が起こってもおかしくない状況という客観的な状況にあるかどうかという点では、幹事長はどのようにご覧になってますでしょうか。私どもも、全国的にその情勢調査をやっているわけではありませんから、なんか具体的な数字を持ってお答えをするということは難しいのでありますけれども、ただやっぱり肌感覚としては、今回のいわゆる裏金問題に対して、国民の皆さんはやっぱり非常に厳しい反応をしておりますから、おそらくそういう発言につながったんではないかというふうに考えております。すいません、毎日新聞の野間口です。規制法の話に戻ってしまうんですけれども、企業団体献金の在り方について立憲民主党などは廃止禁止を主張しているわけですけれども、公明党さんの要綱案には直接の言及はなかったと思うんですけれども、改めて公明党としてのスタンス、考え方について お答えいただければと思います。そうですね、これはですね、いかにしてお金のかからない政治のあり方を作っていくかという課題とやっぱり並行して検討しなきゃいけないことだと思うんですね。やはり私も従来比例区から選出されていましたが、次の選挙から小選挙区に挑戦するということで、実際に活動してみますと、やはり、あれですね、選挙区内を活動をするために、人も増やさなきゃいけませんし、いろんな意味で、公選物も結構ありますし、やはり、相当程度のお金がかかるという現実がございますので、そういったことを踏まえながら、そういう現実を踏まえながら、そういう選挙制度の改革を含め、お金のかからない政治の在り方ということを模索する中で、やはり検討すべき課題なのかなというふうに思っています。
テレビ朝日外です。政治資金規正法の話に戻ってしまうんですけども、幹事長先ほどおっしゃっていたように実行協議としてはその5月の連休明け早々の合意を目指していると思うんですけども、それ以降のスケジュール間で党内プロセスであったり、またその与野党の協議、現時点で見通せるものがあれば教えていただければと思います。これはですね、まだ見通せるような状況ではないですね。まず しっかりとした、与党の取りまとめを目指すというのが、今最大限取り組んでいるところでありますから、その後の展開はまだなかなか見通せる状況ではございません。すみません、少しその今後の動きに関連するんですけども、昨日自民党とあと維新が国対間で協議を行いまして、その事項案がまとまり次第維新もその成案に協力するということを両党で確認しました。こうした維新の動きをどのようにご覧になっているかという点と、自公のこの実務者協議がこう一定の決着を得た後に維新も含めたような実務者協議が起こる可能性はあるのかどうか、お聞きできればと思います。維新を含めたといいますか、冒頭申し上げました通り、この政治資金規正法というのは選挙制度と並んでですね、いわゆる政治活動の土俵作りということ、そういう意味合いがありますから、なるべく多くのやっぱり政党が賛成してもらうという状況を作るということは重要なことだというふうに思っています。その一環として、どういう形で維新さんが関わってくるのか、私はもう必ずしも詳しく承知していませんけれども、なるべく多くの政党にご賛同いただく方向で与党としては努力をしていくんだろうというふうに思っています。はい、ありがとうございました。